どうもパチ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 ブラウザインターネット用語ブラウジングっていうのは閲覧ですね。閲覧のことです。ブラウザデータというのは閲覧中のページ、画像、音声、動画の情報、データイコール記号みたいなもんですけど、情報のことです。キャッシュ、閲覧した HTML などの内容データ保存。ハードディスクに保存される場合もあるみたいです。一時キャッシュ、基本的にメモリっていうんですけど、メモリが足らない場合には他のところに保存されることも。再閲覧、一時キャッシュ、再閲覧しやすいように仮保存されたインターネットページのデータ。例えばその2回目3回目同じページを見ようとするときに、ちょっと再生が遅くならないようにですね、スムーズに再生だとかページの情報が出てくるように、一時キャッシュというところでインターネットの閲覧したページが仮に保存されてます。で、このキャッシュと一時キャッシュなんですけど、ずっと保存しっぱなしにするとブラウザの動きが鈍くなるので、定期的にキャッシュ、一時キャッシュはクリアにした方がいいですね。ただし、次のですね、クッキーなんですけど、閲覧先サイトサーバーで認識されるユーザー認証記号なんですね。っていうのも、2回目訪問したらすぐになんかお客様って出てるけど、なんで私ってわかったんだろうと。とかですね、ここのパスワードってちょっと難しいんだよなっていう時に、パスワードなんかそのもう一回入力して、あ、でもなんかお客様って出てるってことはなんか先に分かってんのかなとか、そういったものはサーバー側、閲覧先サイト側で認識される記号とこの自分が使ってるコンピューターの記号が双方に一致してる時、お客様の必要な CM が最適に流れてるとかですね、そういうものもクッキーってものが活用されてます。クッキーを削除するとパスワードの入力がちょっと七面倒くさいことになったり、いちいちその二段階認証をもう一度みたいな、あれこのコンピューター大丈夫なんで二段階認証はもう一回いらないですって言ったけど、クッキーを削除してしまうと再度本当にお客様ですかってことで二段階認証とかパスワードがちょっと複雑になったりするので、それは自己判断でお願いします。ただしキャッシュ、一時キャッシュっていうのは閲覧したデータのところなので、決してももう一回ブラウザでクリックすれば出てくるのは出てくるので問題はないです。 HTML ハイパーテキストとも呼ばれ、リンク先をクリックすることで画面遷移するページプロトコル。普通紙媒体、A4 とか B5 にプリントしたものというのは文字が印刷されていてそれ以上何もならないですよね。だし HTML というのはそこで色の違うアンダーバー下に下線、下の線がついてるとことか、あとはそのボタン型クリックとか、タップの時もそうなんですけど、そういう文字の色が変わってるところ、そこをリンク先をクリック、タップすることで画面遷移するっていう素晴らしい仕組みですね。で、無限にそのクリックしていくと、どんどんページが進んでいく、ショッピングサイトにあるような、ああいったものは、そのタイピングとかですね、スマホでいちいち細かい字を入力するのがめんどくさい人にとってみれば、マウス操作だけで、要するにブラウジング、ネットサーフィンというのが可能なので、簡単ちゃ簡単なんですけど、悪用されて深みにはまってしまうとそのウイルスばっかりのところに陥ってしまいますので、あまりその誘導されて誘導クリックなどとあまり受けないので気をつけてください。プログラム、演算処理や入力出力の動作表示を可能とする記号集。プログラムって言って素人さんが見ても何のこっちゃさっぱりわからんみたいな、一般の日本人が英語の長い長文を見て何書いてるかわからないみたいなもんです。それと同じです。
プログラミング、記号形式によってコンピューターや機械を動作させる指示を記号に付与、まあ、プログラマーという人たちがそれがコンピューターの中が動作するように一般人からすると不思議な作業に思われるかもしれないけど、まあ、コンピューターって自動的に動くように見えても誰かがプログラミングしてスイッチを押せば起動するだとか、アプリケーションを開けばそれなりの作業が動くっていうのもプログラミングという作業があってのことですね。まあ、自動車工場で機械が自動的に動いているようでも、あれはプログラムした工場の担当の人もいるし、そのメカニックの人がいる、それプラスプログラマーがこの通りの動きをさせましょうということで、コンピューター以外の機械マシンっていうのも動くんです。それをプログラミングって言います。プログラミング言語、記号体系のルール、まあフランス語にはフランス語の文法があって、英語には英語の文法が、日本語には日本語の文法形式があるっていうようなもんです。まあ、全部英語なんですけど、プログラミング言語というのは、ただその順番の並びとかちょっと詳しくは言えませんけど、で記号体系のルールがあって、その通りに組めばこういうふうな表示動作が可能ってことです。演算処理、数値的計算方式によりコンピューターで表示させることのできる計算出力、まあ、通常アニメーションっていうのは人間が、まあ、ペンタブレットなどで入力したものを再生させているだけなんですけど、時たまこう等速直線運動とか二次関数的動き、まあ、その数学的に動いていくっていうそのプログラムの方は、まあ、数値的処理だったり、もしくはそのお金の計算でね、演算処理っていうと複雑な計算をこなして、まあ、今月のプラマイこっちですとかね、あとお客さんのリリースこのデータですとか、そういうものを演算処理によってコンピューターで表示、まあ、それをグラフ化したり分かりやすいように再表示させたりする計算出力を、まあ、演算処理って言います。まあ、そういうものが入ってると非常に人間にとってはその分かりやすい、認知しやすいデータが上がってくるので、それを仕事に使おうという動きは IT ならではですね。はい、これですね、ブラウザインターネット用語、うん、あ、このねプレスってこう下の方に縦の線で縦バーで書いてあるところの、これもコマンドとかですね、コマンズとかそういうのはプログラム系の言葉です。はい、